日本政府、竹島での活動強化、海上保安庁の巡視船が展開。韓国の世界日報によりますと、海上保安庁による竹島でのパトロール活動が、前の年に比べ急増していることが明らかになりました。今年8月までに、海上保安庁は竹島周辺にて73回にわたり、 パトロールを行いましたが、この回数は前の年の同じ期間に比べ17回増えており、およそ30%増加していることが明らかになりました。この竹島、韓国政府によって現在も不法占拠されており、早急にこの竹島を韓国政府の手から 取り返すす。必要がございます日本政府にはこういった韓国政府による竹島の不法占拠がこれ以上続かないように日本の領海に韓国船が侵入しないように阻止したりまた竹島に不法上陸した人間を運んだ船舶を拿捕するなど 必要な処分を、処罰を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。